ヨハン・ジー・エー・ガレッティ・ヨハン・ゲオル・クアウグスト・ガレッティは、ドイツの歴史学者、地理学者。ギムナジウムの教授をしながら、生涯にわたり、多数の歴史書や教本を執筆した。その講義中に残した数々の出現が広く、語り伝えられている。イタリア人、バリトン歌手の父と、宮廷近次の娘だった母のもと、ザクセン・ゴータアルテンブルク公国のアルテンブルクに、生まれた。 勉強好きだったガレッティは、ゲッティンゲン大学に進んで、法律、地理、歴史を学び、卒業後は、住み込みの家庭教師をしながら、トンナ漁師、ラテン語文法教本、幾何学指南などの著作を執筆した。1778年より母校であるゴータのギムナジウムで教授となり、以後40年間同校に勤めた。1813年には、宮中古問館の称号を受けた。 1818 18年に退職して、イントン生活に入って、以降も著者の執筆に励み、1828年に水首症によって、豪太で死去するまで、中林元氏、ドイツ氏、スペインポルトガル氏、トルコ氏、ペルシャ氏など40余りの著作を表した。没後の1858年には、ウィーンの出版社から、世界貧乱、もしくは、全世界の地理的、統計的、 歴史的四の頃説につき、地勢、面積、人口、文化論につき、地理、統計、歴史百科事典という著書が復刻された。ガレッティが生涯にわたって執筆した膨大な量の著作は現在では帰り見られることはないが、一方、彼が講義中に残した多数の出現は、彼の死後にまとめられ多くの番を重ねることになった。最初に編纂されたのは、 ガレッティの死の直後の1830年代で、はじめは、カリトジの手ずり本であったが、1868年に、ベルリンの書店から約400の出現を収めた、ガレッティアーナ1750から1828と、題する印刷本が刊行された。その後1909年に、ゴータオーリツギムナジウム教授ヨハンゲウォルク・アウグスト、ガレッティ先生の心ならずも口に接し、 出現の句という同伴が入りの豪華本が刊行され、以後これが定本となった。ただし、これらの出現の中には明らかに後世の創作と見なしうるものも含まれている。ありがとうございます。